安倍会見案は海外で戦争する自衛隊を救助に駆け込んで戦争を電力の不保持を決めた救助を壊そうとしています。日本の国を戦争する国にしようというものです。日本を戦争する国、戦争できる国にしていいのでしょうか。自衛隊を戦争する自衛隊にしていいのでしょうか。自衛隊員を殺される戦争地域に派遣してよいのでしょうか。憲法9条改革許さず、憲法9条があるからこそ保たれてきた日本の戦争をいつまでも続けようではありませんか。安倍9条改憲の憲法100